ウィルフレド・レオン・ベネロは元キューバの男子バレーボール選手。現在はポーランドに帰化しポーランド代表。ポジションはウィング・スパイカー。2008年にキューバ代表監督オルランド・サムエルスの目に留まり14歳でシニアのキューバ代表入りを果たす。北京オリンピック世界最終予選の代表メンバーに選出され同年5月に ドイツで開催された、デュッセルドルフラウンドに出場した。翌年15歳で出場した2009年、ワールドリーグでは、レギュラーの座を勝ち取り、ベストサーバー賞を受賞。2009年北中米選手権では、キューバの4大会ぶりの優勝に貢献し、MVP、ベストスパイカー賞、ライジングスター賞を受賞した。 ジュニア代表として出場した2009年ジュニア世界選手権では決勝でブラジルにフルセットの末に敗れたものの1987年大会以来22年ぶりの銀メダル獲得となった16歳の現役高校生選手として注目された2009年ワールドグランドチャンピオンズカップでは銀メダルを獲得この大会の日本戦ではキューバがユニフォームを間違えて 日本と同色の赤を着用し、試合中に、宿泊先のホテルに別色の青のユニフォームを取りに、行かせるというアクシデントがあり、第2セット終了後に着替えたもののレオンのユニフォームだけがなかったため、第3セットはベンチに入れないという陳事が起こった。2010年4月、ユース北中米選手権で優勝。ユースオリンピック出場権を獲得するとと,ともに、MVP。 ベストスコアラー賞、ベストスパイカー賞を受賞。同年8月開催のシンガポールユースオリンピックでは、決勝のアルゼンチン戦で、キューバの総得点の3分の1以上を占める、大量の35得点を挙げ、金メダルを獲得した。2010年世界選手権では、銀メダル獲得に貢献した。2014年にロシアスーパーリーグのゼニト火山へ移籍し、 2015年欧州チャンピオンズリーグ優勝に貢献するとともに MVP を獲得した。2015年7月14日、ポーランドの市民権を取得した。ありがとうございます。